お待たせいたしました。この時間は第41期前期鳳凰戦 B1 リーグ第3節2回戦の模様をお届けいたします。実況の田中タスクです。そして解説は石立武弘プロが務めます。石立プロよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは対局場の準備ができたようです。第41期前期鳳凰戦 B1 リーグ第3節2回戦、今立ち合いに古橋隆の合図によって放送卓が開始となりました。はい、さあこちら現時点での成績表ですね。はい、他の卓も1回戦終了時の成績となっていますね。大輔さんが2位以下に100ポイント以上のつけましたね、このまま今節終われれば4節5節崩れることはないんじゃないのかなって思いますね、はい。さあこの2回戦並びはちいちゃから滝沢和則、ランチャに鈴木大輔、シャーチャに立川正宏、そしてペイチャに仁平信明以上の並びで2回戦が始まっています。本局ドロー急走、じゃあ大輔が手配、ドローの急走1枚、続いて立川、統一が3組、関数も入ってマンズでメンツ完成、続いて仁平マンズで1メンツ、チーソーがあんこ、そして親番滝沢、ドローの急走1枚、ソースでメンツ完成、スーピンがあんこ。まあ、1回戦はもう大輔旋風といったところで大きくポイント伸ばしてプラス 176.5 ポイントトータル。そうですね、各社の自分のポイントっていうのもあるんですけど、はい、大輔さんにこのままやられっぱなしっちゃ面白くないんで、そうですね、2回戦以降かなりもう勝負いくんじゃないかなって思ってます。はい、巻き返しがどうなっていくかですね。789が見えてきました。はい、さあ滝沢は単野を受けドラの急走っていったここでいいシャンテンです。さあ立川も統一が増えてきたぞ、4統一、さあ滝沢いいシャンテンで演じていったところドラの急走、さあ白が重なったのは大輔、白は場に1枚切れ、マンズを払っていく、数万をポンして滝沢テンパイ、カンチーマン、タンヤのテンパイ、カンチーマンは場に1枚切れ、さトンが重なった立川はチートイツのイーシャンテン、ポンされてる範囲なんで、はい、数万の一択かなと。滝沢さん結構ここの勘中話には自信あるんじゃないかな。チーマン出た、大好きから出て滝沢の上がり、タンヤを1500、さあ滝沢連チャンです。ポイント一本場、先ほどの1回戦では羽間の親かぶりからスタートもなんとかまとめて沈みながら2着に上がった黒滝沢、2回戦以降高級争いがかかってますから、残留争いがかかってますからポイントを伸ばしていきたいところです。滝沢ドラは3万、その親番滝沢の手配、メンツありません、単位方形で見えるさあ大輔のところにドラの3枚1枚、立川は2メンツあって役配初も統一、仁平にドラの3枚1枚、メンツありません。さあ滝沢は単位青で4と1だ、選択どうしていくかですね。タンヤオケの場合はあのチートイツ行きづらいんですよね。はいはい、タンヤオチートイツはやりづらいと。そうですね、あのチートイツってやっぱりあのメンツが作りづらい手の時に狙うのがよくて、あのタンヤオケですとあの結構両面とかが多くできた、あただもうイーシャンテンになったんで、はい、これはもうタンヤオチートイツの方で考えてるかなとは思いますが、はい、はい、まあ、単位受けだと横の手だったりを作りやすいから、そうですね、はい、最初から見ていくのは、はい、どちらかというと、まあ、手なりでこんな感じでいいシャンテンになることがあったらっていう感じですね。7万かなウーマンがアンコになったところ、現状はチートイツのいいシャンテン、仕掛けてトイトイも見えるけど仕掛けていくのかな、はい、単位をトイトイですね、どうしていくか。さあ立川もいいシャンテン、初のポンテンかかる形、ポンテンは取っ
初からはちゃんコンテンツ取っていくと思います。はい、さあ天杯あそうまあまあいいんでリーチいくかな。いや見てんだ場に1枚切れカンウマンチーは大付け単用に向かっていく。あそう手配にも1枚使われていったよね。この山に1枚、ここでつもぎりリーチ滝沢パーソン短期の単用チートイツ立川さんも押す手なんですよね。うん、行きましたね。あチーマンは現物ですね。チーマンは現物なんで関数ピン入った2ヒラ天杯だ。スチソマチピンフドライチ通知それ捕まった立川数層勝負か初の統一落としか。急層でお茶を濁すっていうパターンもあるのかな。急層になりましたね立川。でもいいシャンテンをキープ。二平は数値層ピンフテンパイ入っています。木澤さんに4枚の立川さん3枚山に1枚だけか。数層1枚だけですね。薄いですね数値層。枚数は一緒か。違うここに含まれてるから空転か数値層。数値層ない本当だ。数層ない地層もない順からかとなると枚数を滝沢立川の数値層がどうなるかですね。となるとこれでいい数値層に、はい、3面ちゃんイーソーは場に3枚切れリーチに行きます。ニヒラ追っかけリーチイースーチーソーイーソーの分町が増えたぞ1枚あと3枚切れなんで1枚だけかな増えたのは。さあ大輔も天杯うわ押したドラの3万天杯で押しましたスーチーソー。しかし順からだこのスーチーソー。このドラプッシュ見ると立川さんの手からスーチーソーが打たれることも考えづらいんで、はい、うんこれ1枚しかないですがパーソー短期の滝沢さんがかなり有利に見えますね、はい、いや大輔3万バチコーンといきましたね。さあ大輔のプッシュも来たぞ立川どうするか。やめさすがに、ね、枚2件リーチにドラの3万押してる人がいるんで、はい、こっからではもう間に合わないという判断になりましたね。あパーソーが選ばれた滝沢の上がりだリーチ単用チートイツ9600の一本場9900。まあウーソーがねと、ニヒラの宣言牌でその筋のパーソーが選ばれた。こういうパターンもあるんで積極的に、筋にかかってなくても2819あたりの、はい、だと僕はチートイツが即位をおすすめしてますね。あなるほど2819筋にかかりやすい牌ということですよね。そうですね。さあ滝沢ここはよく連チャンを重ねて自身の親番さんにつなげます。トーン1局に本場ドラは3万本局がチャンス手に見える。一気に寄せていく第1打リアンソーから大宝珠となったのはこちら立川メンツありません。続いてに平ドラの3枚1枚こちらもメンツなし。いや滝沢今局も攻めていきたい、うん、ドラも組み込まれてる本一なんで、はい、11600クラスが、現実的にな距離に、見えます。はい僕だとペイヤ8万からでも仕掛けちゃうんですけど滝沢さんはチュン以外からも仕掛けるかどうか、はい、そこは注目ですね。やはりそこは滝沢あトンも重なったぞ。トンも重なったこの後どこからでも仕掛けていってもいいような気もしますが。そうですね。ただ今度逆に統一が増えたことで連本チートイの可能性も出てきてるんで、はい、もう一組統一ができたらそっちも見えますよね、うん、
一つ目の8万からは仕掛けないとかもあるかもしれないですね、はい、ペーだ。ニヒラはペーチャ。滝沢どうする？まだ進まない。ニヒラさんはチートイツ方向に進んでいるんで、はい、まあ、自分でオペーを町候補として考えてるんで、なかなか出ていかないんじゃないのかなって思います。はい、さあ大輔イーシャンテン三面ちゃんか六七八か。そうですね、まあ形で8万6万っていくんじゃないのかな。8万からポンしていった滝沢、うん、これでイーシャンテンと元いつになったことで最低でも1万1600、うん、という形になったのが大きいかなと思います、うん、はい、関数は、ね、役なしテンポ入りました。あ、トンがもちもちになったニヒラ。まあ、ニヒラさんの手はチートイツに向かっているんで、まあ、もちもちというか、はい、はい、あ、チュン、いや、おー、受けた立川、チュン止めます。これは滝沢にポンテンかかる形。立川チュンを止めてテンパイを外しました。これもすごいですよね。そうですね、うん、滝沢さんの仕掛けの信頼度っていうことですね、はい、滝沢としては滝沢の印象としてやはりしっかりね手役組んで重厚なイメージがある中でこのパーワンポンに相当な危険信号だと。さあ大輔テンパイ。新平さんパーピンの統一落とし始めちゃったところだ。リーチに行きます。ウッパーピン7ピン7ピンの捨て合い。これはパーピン止まらないそうですね。止まらなそうだな。まずは現物9ピンから。さあ大輔はメンタンピンのリーチウッパーピン。9ピン9ピンって打った後ですよね。ニヒラのパーピンが危ないのは。9万これもローマンの筋ですね。でパーワンがポンされていると。ヤングパワー。ああ帰ってきた。これなら押し。いや押さない。ない。今度は役割だったんで、先ほどの手よりは価値が上がってるんで、はい、押す手はあるかなと思ったんですけど。はいはい、そうですね。先ほどは役なし関数、まあ、今度はピンフの役があるリャウパワン。それでもチューンを止めた立川。さあニヒラさん安全牌困ってるのかな。筋のチーマン。まあ今通ったところでしたね。あ、今通った、はいですね。失礼いたしました。今通ったところ。ウッパーピンは山に3枚ですね。あ、山に2枚ですね。失礼いたしました。さあ滝沢リャンソーローソー。ここでギブアップ。ペの統一。無情にも、うん、チュンが出てチュンはポンしていく。まだ粘ります滝沢。イーシャンテンキープ。フリテンテンパイは立川老朽相待ち。粘り強いんですよね立川さんこういうのですね。テンパイフリテン、リャンソーとトンのシャンポン。滝沢フリテンテンパイです。あ、ウーピン捕まった。立川からウーピン打たれた。これはやはり序盤のチーピンの切り出しがウッパーピンをねケアから少し外れさせると。そうですね、ちょうどテンパイも入っちゃったところなんで、はい、と今の止めるのは難しいかなと思います。大輔の上がりリーチ単葉ピンフ3900のポンバ4200。あ、2本馬ですね、失礼いたしました。3900の2本馬4500の上がり。そしてトン2局大輔の親番手を映っています。ドラは9走マンズで1メンツ。第1打はパーワンから
じゃあ立川はバカゼトン統一ドラの急走が1枚、2飛車のところにドラの急走統一だ。なんだこの手牌は、チートイツイーシャンテンだ。統一手でもメンツでもイーシャンテン、大チャンス手ですね。いやチャンス手、三平さんは確か1回戦1回も上がれてないんで、はい、ここでだいぶあのフラストレーション溜まっちゃってると思うんで、この手を炸裂させてほしいですね。こちらはペイチャ滝沢ドイツが3組、さあ三平どう仕上がるか。これで縦横イーシャンテン、リャンペイコーになるかもしれないですね。知らないですね。リャンペイコー、ウーピンが今1枚切られたところ、ウーピン引いた、リーチに行きます。新平高校は大物手、リーチピンフ、イーペイコードラドラ、イースーマン待ち、スーマンダトリアンペイコ。高めのスーマンは1枚かな、はい、イーマンが手牌に1枚で山に3枚、はい、4枚山、うん、いやこれは十分ですね。いや詰めでも跳ねマンですからね。高めだと倍マン、あ休めはつもつもの場合ですね、はい、休めつもの場合でも跳ねマン、高めなら出上がりでも倍マンですね。いや出上がり跳ねマン、そうつもつも倍マンですね。いやにひらとだ、これは決めたい。イーマンが減った、大好きはイーシャンテンだ。にひら、惜しい、あイーマンがさらに減った。これで山に1枚ずつ、残り山に2枚、大好きイーシャンテン、スーソー自身で通しているが、ほーイーマンツボ、にひら決まった。ここで大物手、この3節最初の上がりはリーチピンフツモイペイコードラドラ3,000-6,000。さあトン3曲へと移ります。ドラスーピン、親番は立川、さあ立川の手配どうでしょうか。マンズで一メンツが見える。続いて跳ねマン上がった二平、本局苦しいかメンツありません。シャーチャ滝沢シャームが統一、ソーズで一メンツ、こちらは大輔ドラのスーピン1枚、マンズで一メンツ、あやっと初上がりもできたので、はい、心に余裕もできたところだと思いますが、トータルポイントを考えるとまだまだ、加点をしたいと、はい、いうところで三平さんどう進んでいくか注目しています。はい、今局はややお休みのような形の手配ではありますが、さあ滝沢こちらです。自家製シャアが統一、換算マンターツができたところ、チーピンやパーソーを払うのかな、シンプルに3層にしましたね。789の目を少し残してた形ですね、はい、さあペイが出て動きます。大輔自家製ペイのポン、これで両面カンちゃんのイーシャンテン。さあ立川マンズでメンズ完成、6、7、8まで見えるか。三平さんも5、6、7含みの、リアンシャンテまでたどり着きましたね、はい、
こちらに平です。サドルのスーピン持ってきた、うん、これは嬉しい。はい、シャアが出て滝沢は動きませんでした。これ2枚目のシャア、イーペイ交換性、立川ジャントがないイーシャンテン。さあ滝沢、これでイーシャンテン、カンサンマンとペンチーピン。さあこれでゴロチだ、うん、パースを切るかローピンを切るかの選択だったんですが、うん、ローピンを切って三面チャンに固定しておくことで、はい、まあ、一応パースを残り1枚なんですけど引いた場合には、単用までつくよという一打ですね、はい、さあ立川はパーピン短期単用テンパイが入っています。単用イーペイコですか、ね、あ、そう、単用イーペイコ、ね、失礼いたしました。単用イーペイコのパーピン短期、お、パーピンツモ大きい、ツモ単用イーペイコ2000オール。通婚の9600、はい、あったんで嬉しい上がりですね、はい、立川は連チャンです。トン3曲1本場、ドラは3層。石田さんとこの立川と同期ですが、立川の印象とかはどうですか。立川さん、かなり守備的な打ち手で、はい、先ほど滝沢さんの本質に対してテンパイからチームを止めたりっていうところもあったと思うんですが、はい、その守備的なところで僕は仕掛けが結構多いタイプなので、はいはい、まあ、立川さんにキーパイを止められてしまって非常にやりづらい、はい、選手だなというのが僕の印象ですね。到達すると止めてくるな立川と、俺の欲しいところを。その立川親番チューンをポンしていきました。動いていきます。さあ滝沢がチャンスですね。続いて大輔、こちら薬杯白といつ。さあ続いてカンチーピノチー、立川これでくっつきシャンテン。でこう逆に立川さんが、そういう守備的な立川さんが前に出てくるってことは、うん、前に出られると今度怖くなってきたりして、はいはい、となると根拠怖いですか。こうやって仕掛けてきてますね。通風路、さあどこが安全に見えるかな。パーソーチーだ、テンパイだ、リャンマン短期のテンパイ、三風路目、リャンマンがここに来た。リャンマン現状リャンマン短期残り山に2枚です。あとの変化もあるか、チーピン短期に変更、自身で1枚使っていて川にも1枚出ている。そうですね、見た目で現状見た目は1枚ですが、うん、見た目でも最大で1枚なんで面白い選択でしたね。はい、その時には加えずチーピンのまま。さあ滝沢これで両面両面イーシャンテン。さあニヒラもイーシャンテンポンテンかかる形。いや滝沢広くなったがどうするか。ここは両面両面のままと。そうですね、安全度もピン図を払っていくのが安全度が高く見えます。実際にはチーピン短期で貼ってるんですけど、はい、まあ、立川さんの狙いはそういうところですね。ソーズとピン図をない仕掛けているんで、まあ、ワンズ待ちじゃ、あ、周りから出てこないよねっていうところで、うん、サブローマンにここで変えてきます。手からチーピンが出てきた。これをどう見るか。かなり短期テンパイしてところからの間違いに見えると思います、うん、のべたん、ワンズののべたん、こういうアリアン面が多いのかなというふうに思います、
サニヒラ今度は2差しが見えるか。おー3ピン打って、ここはシャンポン系を固定と。サニヒラが欲しい初、ここに来ました。大輔止めた。ピンズを払っていく。やはりマンズは打てないと。マンズとあとはまあドラマタギの、うん、はいっていうのがまあ本戦なので、はい、そのあたりを打ち出さないようになんとか天敗を取りたいなっていう進行だと思います。はい、滝沢は9万バチンと打っていく。9万チーは大輔粘ろうとしています。いや滝沢もなかなかテンパイ入らない。やはりドラマタギ打ちづらい。ハツが出てニヒラは動きません。ベンサンピンは自身で切っている振り点リャンピンをさらに切る。さらにマンズ。滝沢もここでギブアップ。ドラを持ってきたのニヒラ、うん、ドラドラになったか。2枚目の初ポンテンで6万宝珠とかもあるかもしれない。あ、2枚目もうスルーしてるんですね。あ、そうですね、初はすでに2枚切れですね。ここで初初とようやくテンパイだが、役なしドラ1パワー1打てるかどうか。パワー1打ってテンパイ、かなり強い牌ですね。はい、みんなに滝沢さんのテンパイが伝わったと思います。特に仕掛けが678678の仕掛けなんで、うん、そうですね、3色3色のついてしまう高めでも可能性もある牌です。さあウッパピン、ウーピンは切ってますね、通ってる牌と。さあ大好きのこれが背底牌流局です。立川そして滝沢2人天敗で流局。立川の四角に対応しながらといった進行、最後に滝沢強く一杯切って天敗を取り切りました。この3局2本は立川の親番続きます。ドラはパーピン。さあその立川スーピンが暗行、第1打はイーピンから。続いてニヒラマンズで一メンツ、ドラのパーピンが1枚。じゃあ滝沢もマンズで一メンツ、第1つもはドラのパーピン。大輔のところには役牌初が統一、ドラのパーピンが1枚ありました。ニヒラさん、このドラのパーピンが1枚浮いてなかったらワンズの方に行きたいような手なんで、はいはい、ちょっとやりづらいです。お、ドラのパーピン重ねたぞ大輔。次に移るこのニヒラですね。ドラが浮いてなかったら2枚目の初がポンで、はい、さあ大輔ドラドラ初をポンしていきました。本局大輔が仕掛けをしてリードしていくか。佐竹沢さらにマンズでメンツ完成。一気通貫とかに仕上がるようなら、はい、ペンチピンの部分洗っていって、うん、大輔さんのドラポンなんかもあるかもしれないですね。はい、この滝沢ですね、マンズがさらに伸びるようなことがあれば。ここでドラを打ち出さないような構えにしましたね、うん、さあ想像がくっついたぞ立川、うん、ここでイーマンの統一でタンヤオと。
関数ピン入って天杯ペンチーピン役なし天杯さあ大輔が動きます。カンチーさんの地イーシャン天確かもこれでイーシャン天大輔さんのパーソー残しでトンを切るのも面白くて、はい、うん、やっぱりトンの方が安全に見えるんですが、はい、こう後からパーソーを切ることでまだ実際には、手牌の中にも想像使われてないんですけれども、はい、パーソーがの周りの牌を持ってることように見せかけることで相手の読みをずらすっていう面白い戦術なんですよね、はい、実際危ないですね。滝沢シャートパーピンのシャンポン天牌滝沢がペンチーピンを払っていたところ自順パーピンどうなるか。これめちゃくちゃ危ないですよ。おお、パーピンは止めると。サニヒラもこれでイーシャン天だ。わあこれは短期で黙ってんかな。短期闇天かパーピン短期役、山にありませんこのパーピン短期。大輔のパーピンシャアのシャンポンパーピンはありませんがシャアさんもここでチッピンを離さない。はい、シャアが山に2枚あります。大輔確か前順9ピンギーとなりましたね。カンパーピンのターツ残してドラターツ。さあ現状天杯は大輔そして滝沢。ところでシャアって誰か持ってましたっけ。いや持ってない。2枚山なんですよ。誰も止まるのかな。滝沢さんは絶対止まらないよな。はい、2人でローリングするかな。うん、まあ、リアンソーは全員に安全な牌ですね。まだそのリアンソーを残しています。こちらにイーシャンテンニヒラスーソーチーソーは通ってますね。先にウーピンとタケツはリアンピンとウーピンのスライド。大輔ここでウーマンとパワーワンを入れ替えます。立川も天杯カンパーピン。そうなんですよ。さっきあの立川さんの、特徴をお話しした時に、はい、お全員天杯、はい、全員天杯入りましたね。ニヒラにも天杯。立川さんすごく守備的なんですけどこの流局間際に天杯入れてくるのが上手いです、はい、あこれ天杯っちゃってるからといっちゃうかな。ションパイやめた止めたニヒラヤンピンポンだニヒラシャータンキー見応えありますね。さあ全員テンパイ明らかに見えますからね。これシャーテンパイしてるところからシャー止めてヤンピン泣き返してるのがそうですね見えるんで。さあ背景は大輔流局となりました。全員先輩の流局むちゃくちゃ見応えある曲でした。あにひら今軽くなずきましたね、うんうんうん、と大輔さんもやるな見えますからね。さあ1本3曲3本倍と移ります。ドラーパーソー滝沢がパーピンを止めにひらがシャーを止め立川は粘りながら天杯を入れたと。なんだかチャンス手に見えるぞ立川。さあこちらに平統一3組あ統一4組ですね。続いて滝沢バカゼトン統一こちら大輔リアンソガンコそしてこちら親番立川ですね。地上はリアンシャンテンでした。さあ立川これでイーシャンテンカンパーソー入ったメンツ完成にひら
滝沢もこれ想像でメンツ完成、ドアのパーソンを持ってきたぞ大輔。血ごろが見えてきた、難しい。ウーピン切りだ、ピンズの両面。一旦ジャントなくなりますが、ここ血ごろと。サニヒでもこれでいいシャンテン。天敗休め、これはドラ短期の玉天からの闇天ですね。単葉変化が見えるか、あとはピンフ変化した時にドラのパースを切って天敗取るか。さあ3ピンのポーンで動いていく大輔。裏目の形ですが、です、ね、一旦振り手のウッパーソーに変えるかな。その後ピンフに変化した時もドラのパーソーを使えますから、そうするか、はたまた何か違う選択肢があるのか。立川スーソー切って一旦振り手ウッパーソー転敗。振り手に一応一瞬考えた、まあ、だったかもしれないですね。なるほど。さあ大輔これでイーシャンテン取ります。立川は振り手ウーパーソー、ウーパーソーの転敗。セニヒラこれでチートイズに向かいます。トンが出て滝沢が動いた。両面両面イーシャンテン。サブロッキューピンか、タンヤフリテンか。あ、タンヤフリテンだ。ウーパーソーでさらなる変化を見ているってことですかね。はい、サブローマンあたりの、アリアンメに変化させるのが、まあ、ベストというような形かもしれません、はい。さあ滝沢はテンパ入りました。イースマ、あ、これだ、サブローマン、うん、闇天。おお硬い。タンヤをピンフ、ね、ドライチ3巡目の4万でね、3万とか狙えるそうにも見えるんですけど、うんうん、手堅いですね。さあこの数万は滝沢の論敗です。滝沢イースマンテンパ。立川はサブローマン闇天3万つも。つもタンヤオピンフドライチ2600オールの3本場2900オール。これでほぼ原点まで戻ってきた形ですかね、はい。1回戦と打って変わって、うん、今度は大輔が1人置いていかれている状況ですね。今回第3節は連盟スタジオにて3択同時開催となっています。さあこちら放送択トン3局4本場土地下の連チャンが続いています。ドラは何、ピンズで一メンツ。第1ダーペーから、さあなんちゃにひらドラの何といつ。これはチャンス手だ。滝沢も単品系が見える、うん、将来的にピンチーピン入った大輔。単品系なんで将来的にドラのナン打ち出していくで三平さんがポンするようなケースも、はい、ありますね、はい。うわ自力であんこにした。さあ滝沢続いて大輔換算マン入ったと立川に差しか見えるか。しかしドラがアンコがこれでいいシャンテン両面両面。チーテンはどうですか。僕は 100% どれからでも取っちゃうんですけど、田中さんはどうですか。いや僕も取りたいですよこれは。だって
チー層からチーできるとより嬉しいですけど、嬉しいですね。1万でもチーしちゃうな俺は。さあ大輔、いいシャンテンには取りません。ペン3層払っていく。単チューンだけど数万、この数万は結構余るかもしれない。はい。マンズだ。チーマン、これ数万が、数万を出そう。ローピンもある。数万からかな、やっぱり数万チーテンするかどうか。数万出た、チーだ。ニヒラ、うん、手の中にはドラの南岸湖、スッチー総天杯。どう見えるかですね、他三者。かなり天杯っぽいなとは見えるはずなんですよ、はい、この安全牌の。うわ、数層危ないか。確か、しかし2差しでなれば取らない。安全牌の発が出てきてるんで、はい、天牌っぽくはあるんですが、単位青の天牌なのか、こんなナンドラさんの天牌なのかっていうのがね、ちょっと判断が難しいんですよね、はい、さあ確かこれで数層出ない。大輔さんは打つかとチーム、立川さんが7層とかは止まらないかもしれないですね、はい。数値差、これ5枚山ですね。竹澤も一歩前進。立川追いつけるか。平野のドラアンコ決まるか。立川さんもあの苦しいところから親番つないで限定付近まで戻ってきたんで、うん、しかもこれ6000オールのイシャンテンとも言えるので、はい、かなり押していくんじゃないかな。怖い。手からチーピン、数層だ。残り山に4枚。大輔くっつけのイーシャンテン、立川追いつけるか。追いつかない、決まらない。大輔は天牌入らない。立川はどうだ。マンズパワー引いた。リーチか。リーチ、リャンウソスソ。スソだ。スソがこれでなくなった。これは一騎打ち。立川か、それともにひらか。リアンソーが減った。高めのリアンソー、これでなくなったか。 1,2 まだ1枚あるか。ウーソーツも休めだが積もった。立川リーチツも単位オピンフ2600オールの4本場は3000オール。立川これで一気にトップ目まで行きましたかね。はい、あの痛恨の補充からトンバのうちに立て直すなんて、ね、9600補充から自身の親番で一気に浮き、さらにトップまでと。さあトン3局5本場、立川の親番まで続きます。ドラは9万、立川手配面ズありません。続いてニヒラ、先ほどのチャンスで決まらなかった。こちらもメンツなし。第1打をどうするか。E ピンから打っていきます。続いて滝沢、マンズで一メンツ。大輔のところにドラの9万、統一マンズで一メンツ。立川さん国士にですね、三シャンテンだ。さあ先ほどの1回戦とは打って変わって大輔が1人を置いていかれているこの2回戦。
さあ、総勢メンツ完成。さあ、大輔もこれで形はいいぞ。リアンシャンテン、うん、2つ渡りましたね。はい、ドラドラなんで、あとは引くだけと。さあ、滝沢もこれで2を残すかどうか、急走かウーピンの選択です、うん、はい、急走気になりましたね。いつは水ウーピンからの変化も見ようと。大輔さんも目いっぱいに構えましたね。はい、さあ、2平イーシャンテン、カンチャン選択はカンチーピンの方を選びました。スーピンはおつもぎり。1回戦の大輔さんの時もそうですけど、皆さんこう親の連チャン力すごいですよね、はい、そうですね。さ、選択だけどスーピンは薄いか。2枚家ですね。全然進まないんで。進まないですね。立川ワンズの本一部も含みも残していきましたね。さあ、二平これで嬉しいマンズ変化、いいペーコー見える形。さあ、滝沢ここで一気にピンズ払っていきます。これでマンズの本一と。初が打たれてちょうど置いたんですよね、うん、立川としてはナイスタイミングだと。初をポンしていきます。いや、大好きも進まないドラドラだが、立川は初をポンしています。二平はこちらも入らない。チュンは一枚切れで勝負していくのかな。テンパイ入ったらまあ勝負すると思います、うん、まだ、2枚切れのオタフとかすら余ってないんで、うん、テンパイありましたね。イーペーコーが入った。ピンフイーペーコー、リャンソー待ちのテンパイ、ニヒラです。リャンソーだ、打たれた。ここがニヒラの上がり。ピンフイーペーコー2000点の5本場3500。ニヒラが冷静な闇点で立川の親番を交わしていきます。そして持ってきた自身の親番、トン4局へと移ります。ドラは9万。親番ニヒラ、ドラの9万が1枚。それがメンツになってますね。7、8、9で1メンツ。続いて滝沢、こちらメンツありません。そして大輔、チーピンがあんこ、第1代走からこちら立川、統一が3組。うん、この曲は皆さんこう、はい、方針が難しい手が、うんうん、入っちゃってますね。様子を、序盤は様子を伺いながらの戦いになるかと思います、はい、その中で誰が一番最初に抜け出せるって形になるかと言ったところで、大輔さんが少し仕事が見えてきた、はい、立川さんはチートイツ、そうですね、うん、やっと方針がみんな見えてきたかなっていうところです。チュンがあんこになったな、こちら立川。さあ、ペン3万入ってメンツ完成、滝沢です。
総勢両面に変わったぞ。手配がいいのは立川か。さあこちら二平です。三層切りとなりました。さあ単野もあるか。大輔数ピン打ち、一番広く受けましたね。はい。さあチートイツイーシャンテンもあるぞ。立川どうするか。両方残した形になりましたね。はい。トイトイの方が打点が見込めるんで仕掛けていくんじゃないのかなとは思っています。はい。さあペンチーソー入ってメンツ完成。滝沢です。8万を今のうちに逃がすかどうか考えているのかな。おお、まだ残しますね、うん。まあ、ドラが9万ということもあって使いたいか。さあそのドラの9万こちら持ってきたのは立川。これでチートイツの方を本線にするかもしれません。はい。となると1枚をチューンを切ってもチートイツ1本と、うん、ここは仕掛けとの両天秤みたいなのは取りませんでしたね。そして滝沢もこれでイーシャンテン。カンパーワン入った大輔イーシャンテン、まあ、嬉しいところではあるんですが現状役がピンフあのカンちゃんから入ってくれたピンフしか見えなくなってしまったんで、うん、ちょっといや選手本人としてはあんまり歓迎しないつもりですかね、うんうん、再び帰ってきたチュン。これもつもぎり。さあ滝沢選択新風を嘘切り。いやこれは広くなったぞ大輔さあ二平もこれでイーシャンテンに。イーシャンテンロースを先に逃がすかイーピンを逃がすか。はい。ドラの9万引いた。絶好リーチに来ます。リャンウマ待ちリーチドラドラ。ウマを掴んだのは立川。リャンウマは残り山に3枚。立川さんまだ三蔵とか粘ってますね。はい。三平さんも親番だし降りたくない。リャンピンはワンチャンスですね。あ、ダブルワンチャンスですね。リャンピンと今両方押すのはどうかなというところで。あ、ということでいいピンになりましたね。ここでギブアップと。滝沢さんもこの辺でギブアップかな。滝沢もギブアップ。さあ立川もこれでチュンと、うん、もう迎える人がいなくなったんで、はい、大輔さんが積もるかどうか。積もリーチ積もドラドラ23900。苦しんでいた大輔ここで一上がり。これで大輔も2万点台に乗せてきました。ギュッと上と下の差が詰まった2回戦になってきました、はい、そうですね。他3社としてはなんだか厄介な人が目覚めたんじゃないかというような積もがいですね。いや親番滝沢これチャンス手だぞ。ドラパー1ですがかなり形はいい。何一曲。さあ大輔ドラのパワーワンを使ってメンツがあります。続いて立川はピンツで一メンツ。じゃあ二平メンツありません。さあ滝沢これでいいシャンテンだ。いいペコが見えたので初の1枚目はスルーして、うん、リーチを狙っていくかもしれないです。はい。
さあピンズでメンツ完成したのはこちら立川、二平からハズが出ますが滝沢と動きませんでしたね。それはそう重なったところ、これでチートイツのイシャンテにも見えます。滝沢です。さあ立川はリャンマーを持ってきたところで少し考えます。パーサ落ち、自家製ペイが重なったのは二平。さあドラ置きができて立川いいシャンテンだ。滝沢どうだ、まだテンパイ入らない。大輔もいい形になってきたぞ。いいシャンテン3つまで伸びれば羽まんまでありますね。はい、さあこれは嬉しい。両面両面に変わった立川いいペイ光景もある。滝沢どうだ、チートイツテンパイ、そのテンパイ三蔵短期で即リーチに行きましたね。はい、自身でローソーを切っていて筋にかかっている三蔵、滝沢の先制リーチ、リーチチートイツ、三蔵は残り山に1枚、立川のところに2枚あると。立川さんが今プッシュしてますからね、勝負と、うん、勝負する手形なんでいけてますけど、降りるルートになってしまうと後々三蔵が危なくなってしまうかもしれません、はい、大輔も勝負してますね。いいピンプッシュしてますから、リアンソーも行く。大好きが来ている。立川もまだ粘っている。山に1枚3層、大好き追いつけるか、これは現物、ローソー現物数万、この辺りで厳しくなってきたかな。9ピンを抜きました。9ピンパーピンの後にどうせるやつがあったかな。そうですね、このあとですね、9ピンパーピンと抜いた後、あいや一時遅い、まあ、パーピン打ってイーシャンテンキープをせず、それもせずイーピン打ち、さあ大輔シャーシャーか、これでイーシャンテンキープ。大好き追いつけるか、闇天追いついた、ウッパーピン、立川さんギリギリで間に合いましたね。間に合いましたね。三平さんもギリギリで間に合いました、はい、ただ何もないということで、どう三蔵危ないかもな。何もないですね。三万は現物、三蔵が危なく見えます。大輔さんにも筋になっている。はい、リーチの現物は3万がありますが、両者の筋三層が選ばれることもあるか。チーピン、これも筋だ、リーチ者の筋、竹座の筋です。ウーパーピンはウーピンはありません。パーピンが山に1枚だけ、枚数は1対1ですね。どうしかいるかな。滝沢大輔とこれで流局、滝沢そして大輔2人テンパイで流局。大輔さんの押しすごかったですね。はい、ヤンソーなんて捨て牌から見て
かなり危ない、かなり危ないのにこのところをブンと押してきましたからね。で天敗入った後は現物待ちということになって冷静に闇天選択。さあ何一局一本バー京都一本一本ドラはパーワン。さあ滝沢チュンがあんこ第1打球層から、うん、いいですね。僕薬杯あんこ大好きなんですよ。薬杯あんこ嬉しいですよね、うん、嬉しい理由としては何がですか。特にどういう部分が、まあ、薬があるんで、はい、仕掛けられるってところもあるんですが、はい、いよいよ困った時にあんこ落としとかで守備にも使えるんで、そこが嬉しいと。そうですね、なのでこう安全牌候補を抱えながらの、うん、進行しないでいいので、まあ、実際に上がり率がだいぶアップするような体感で、考えてます。攻守兼用であるからゆえに序盤の手組みだったりに、そうですね、はい、ロスが少なくて済むと、うん、さあ二平天敗外しました。換算層の天敗取らずくっつきを求めます。さあ立川もこれでイーシャンテンツーとゴロチと見てリャンマン3万も1位はあるけど、うん、僕は1つは見切りましたね。はい、ゴロチの方と、まあ、ドラ引きに対応した形です。はい、さあこれでイーシャンテンになりましたね。立川はイーシャンテン取らず、大輔はドラのパワー1が2枚あります。ドラドラ、さあ新平イーシャンテンは取りませんでした。先ほどくっつきをどこに求めるか、チーピンがね、はい、薄くなってきたんで、あ、そうですね、Eペイコーができづらいというところでチープの価値が下がったところでした。さあこれでイーシャンテン、マンズの4連携、マンズとソーズの4連携にくっつきを求めます。竹座もこれで広いイーシャンテン、パーソーポンして立川テンパイスーチーピン、タンヤのテンパイ、さあ二平全順数ピンを切ったところ三ピンを持ってきました。お、九万受けましたね。うん。さあ滝沢も立川はパーソーポンして単位を転配、二平は受けに回った。再びイーシャンテンに帰ってきた。さあ滝沢天敗スッチソヤミテン、これは立川の現物。スッチソ危ないじゃないですか。危ない、チーソが取れた、うん、滝沢流りチュン2000点の一本場2300ここは冷静な選択、うまくいった滝沢。二平もね、こう立川の仕掛けを受けて受けに回ったところ、その立川の現物で待たれた滝沢に報酬と。そうですね、その立川さんを捨て牌を利用して上がりに自分の上がりに結びつける、はい、非常に高い技術を見せてもらったなという形です。さあ、はい、滝沢の親番続きます。今局もまたハイパイ形はいいぞ、ドラはいいそう。立川ピンズで一面つ、三平は薬杯初統一、滝沢はバカゼン何が統一、ペン三ピンが入ったのは大輔。やっぱり滝沢さんの手が一番いいのかな、うん、そのようには見えますね。
さんもなんとかちゃんた系の手に進めていきたい、はい、さあ滝沢これ想像がさらに良くなった。泥の言いそう、チームを持ってきたところ立川進行をどうしていくか、ここは3ピン切り、さあこれでゴロチも見えるぞ。滝沢将来何の統一落としもあるか。さあ大輔も統一でのいいシャンテン、やはり注目こちら滝沢、こちらいいシャンテン、今滝沢さんの手何切りもあったんですが、うん、3層のところですね、うん、前順の泥がいいそうってことでペン3層とかが後々危なくなるってことで早めに逃がした形ですね、うん、はい、ちょっと他の人はスピード的に、まあ、大輔がいいシャンテンですね、大輔さんもいいシャンテンも関連層入ってテンパイですね。立川これウーパー層ウーピンを切って黙ってんからの6、7、8の手代わり待ちですかね、はい、ピンフドライチのテンパイが入っています。立川ドラのいい層が打たれる滝沢から、ナンはスルーしましたね滝沢、さあ2平数ピンを持ってきたところ、じゃあ滝沢何は仕掛けていません、そろそろ月の何とかは仕掛けないと天杯も怪しいかなっていう順目になってきているんで、うん、あこれは嬉しい、三面ちゃん両面何の統一落とし、こうなってくるともう1枚ぐらいスルー したい気持ちにはなってきますね、はい、何の統一落としを見せる、立川ウッパソはウソツモピンフツモドライチ700-1300の日本馬900-1500、何の2局へと進みます。大輔の親番1回戦では親番で爆発した大輔、2回戦ではどうなるか、難波の親番です。ドラはいいピン、さあふーと一息大きく息を吐いて第一打いそうから、続いて立川マンズの統一が見えるか、これは役統一、第一打チューンから、もうポンテン入る形ですね、ですね、だからもうチューンを、大地はチューンから行ってといったところか、さあハクが出て本店立川関数万早すぎるこの天敗本日の本店にって絶対わかんないですね、わかんないですね、第一でチューンだし、第一でチューン、次の流派を鳴くかどうかとか、あとは関連マンをチーするとちゃんと含みにできたりとか、そうですね、打点アップの要素がいくつかあるんですけど、そこの辺に注目したいですね、はい、現状立川はこれリャンマンは一応泣くシフトにはなってますね、135と、そうですね、そう泣くつもりの、並べ方に見えますね、さあ初が出て初はポンしませんでした。立川7700の短期テンパは取らずと、
現状トップ目3万7600点持ち、うん、せっかく本一の匂いが消えてるところをヤクヤクポンしてしまうと、うん、本一がケアされてしまうってところを、考えてのスルーだと思います。はい、でこれね、この月に3万やウーマンを重ねることができれば2枚目の初での7700とか、あ、積もりましたね。白本一1000-2000の積も上がり、立川後輩やっぱ生かして、ここはあっさり1000-2000の積も上がりと。そして自身の4番持ってきます。なん3曲これで自身の持ち手も4万点時代に乗せてきたのは立川。ドラは3万、続いてにヒラードロン3万が1枚あってメンツ完成しています。ここは苦しいか。さあ滝沢、これイーシャンテンだ、天杯闇天、ここは甘露巣のダブルリーチは打ちません。急走は2枚見えてるんで手代わりがちょっと薄いんでリーチもあるかなとは思いましたが、うん、これリーチ打たないってことは陳列まで行くこと考えてる可能性もあります。何か天杯しない想像を持ってきたときに一気にピンズを払っていくことまであるか。例えばロースを積もった時どうですか。シンプルに積もうで300-500にする。そうですね、オーラスで33,400点で迎えることができるんで、はい、うん、積もは積もるんじゃないのかなと思います、うん。さあ滝沢、甘露巣の天杯、役なし天杯が入っています。管理屋層入って一面完成、これでイーシャンテンは親番立川。ダブナあんこにしたた、ニヒラドラも1枚あるんでかなりの勝負手ですね、はい。そしてチュンをポンしてこちらマンズの本一に向かっていく大輔。パワーワンをポンしていきます。さらに仕掛けを入れる、うん、これでイーシャンテン。滝沢さんもテンパっちゃってるんでなかなか絞るっていうのは、ね、そうですね、絞るっていうのは難しいですね。ただこれの仕掛けを見て陳列までの構想はなくなったかもしれないですね、うん、あ、なるほど、それはもう間に合わないだろうと、そういうように考えてると思います。ダブナアンコニヒラどうだ、これでイーシャンテンマンズだ。ローマンウッパピンもかなり薄いんでイーピンローピンの本店とかは取っていくと思います。ニヒラですね。さあ滝沢ローマンも打っていく。ションパイだったんですね、ペイちゃんの大好きに対して。待ち替えもあるが、しかしリャンソーが1枚切れなんでリャンソーで、うん、でこう しておくことで、はい、一旦ロスは上がり逃しになってしまうんですが高め一気通貫のテンパイに受け直せると。はい、滝沢町を書いています。ウーソーチーソーのシャンポー町、イーピンが出てニヒラ動きます。ポンテン老朽層町ダブナンドライチ。さあこれで役割テンパに変わっていく。
帰ってきたサブロッソ、ピンフテンパイは滝沢、ローソーが当たれた。しかしここは頭跳ねにひら、ダブナンドライチ電波にして5200。滝沢そしてニヒラ、両者からロンの声がありましたが、ここは頭跳ねでニヒラの上がり。さあニヒラもこの5200で原点に、はい、戻りました。ありますし、移動しましたね、うん、仕掛ける順番もイピンのポンからじゃないと3000。はい、これは放送には載ってますかね、大丈夫ですかね。一応説明しておきますか、一瞬、当スタジオ一瞬だけ停電が起こりました、まあ、しかしすぐ復旧して、対局には問題なく再開しております。放送のご覧の皆様、少し画面に不具合ございましたら申し訳ございません。現状は2回戦何4局となっています。ニヒラの親番です。ドラは3万。さあ大輔さんももう浮きまでは跳ね前必要になってしまったんで、浮きまで狙うのは、はい、諦めるしかないかなっていうところだとは思うんですが、うん、親番のニヒラさん3万700点というところで一人沈み、はい、は少なくとも回避したいなというところの、はい、上がりを狙ってくるかなと思います、はい。滝沢さんはまあこのまま終わらせるでも良いし、トップまでいければなお良しと。はい、ところで各社どういう進行になっていくか、親番に平トン白髪が統一なんですね。トンはすでに番に前切れ、滝沢もこれダブナン統一ですが、大輔ともちもち。一方立川どうだ、こちら一気に行くか、滝沢難しい。ドラが3万、ドラが3万なんで本日はしないんじゃないかな、急走だと思うんですがどうでしょう。例えば石田さんだったらどうしますか。行きましたね、行きましたね。僕は急走、あ、急走とを切っていくんですが、うんうん、滝沢の、あ、自力で白をあんこにしたニヒラ、トンはすでに2枚切れ。一旦チューンを打つのかな、マンズの方小3元まで見て、はい、わ、泥の3万重なったぞ。今度は急走か、今度は数走もありますね。そうですね、うん、急走か数走かで悩んでるのかなと思います。あ、まあ、パソも、まあ、同じ理由ですか。同じ理由ですね、まあ、パソも急走も1枚ずつ の切れ具合なので、うん、数万出て関数マネチーニヒラです。イーシャンテン、さあ大輔ここで手順でペン3ピン払えるが、おお、これもチャンタをまだ見てるってことですかね。マンズの両面キャってきました。面白い選択ですね、はい。シャーは短期待ちの候補、候補と大輔から両面落とし。さあチューン、これは滝沢のところに統一の牌、さあニヒラどうだ、トーンは2枚切れ、初は残り山2枚ありますね。お、狙い通りちゃんとに変わったごぞ。カンパーソーは2枚切れ、しかしここはピンズ払っていく。おそらく、はい、何をポンしていく構想でジャントー候補を探しているような、うん、大好きですね、はい、
てます。さあ立川さんは差し子も見えてきて、はい、親の現物にローピンがあるんで、筋の三ピンのなどの切り出しで、うん、自然な進行で差し子になっていきそうな手配ですね。ウーピン、うん、テンパイ、ハツとトンのシャンポン待ち、ハツはありません、トンはありません、ハツが残り山に2枚。さあ滝沢もチューンをポンして動いていく。立川もこれでいいシャンテン、ハツが山に2枚、7700、高いですね。高いですね。ハクションパイ、いやこれはいけないか。ニヒラの手にあんこ、滝沢さんも勝負手になっちゃってるんで初止まらないと思いますね。危険ですね。大輔さんと立川さんのところに行ったら止めるかな、うん。ニヒラどうだ、ハツは2枚ある、ローソーだ、これは仕掛けが入る。ニヒラも分かっていてパチンと、うん、ただ脳天でも沈んでしまう点数状況なんで、ローソーは押すと思います。自信は7700点牌、しかしトーンはすでに2枚見えている。ハツ頼りの点牌、山に2枚あること、それは誰にもわからないが、ニヒラとしてはどうするか。老僧にくっつけて回る猶予あるのか、残りつも番ないと。ここは老僧プッシュ、滝沢チー、滝沢も天敗、なんと3万のシャンポン待ち、何は山にありません。ドラの3万はどうだ、風呂に1枚使われていて残り山に1枚、3万1枚あるぞ。ただ老僧でもあれだけ考えてたぐらいなんで、はい、まあ仁平さんは3万は止めると思うんですが、はい、滝沢さんは初止まらないですよね。そうですね。さあ立川この2件の仕掛けを受けてどうするか。仁平初積もった、ぐっと力を込めて優しく積もります。ヤクヤクドラ1884ですね。2600オール40分、ちょうど40分と。白髪ドラ1の2600オール、いやニヒラこれは大きい。これでかなりね浮きに余裕が持てましたね。そうですね。もう今度逆に立川さんが、うん、その沈みを、はい、意識した戦いになってしまいますし、はい、滝沢さんは先手で曲がれば浮くことができるので、はい、スピードによった 手組み、はい、になってくるのかなというふうに予想します。はい、さあ下ろしすぎますな。4曲1本バードラワッチーソー。さあニヒラ役配チューンが統一、ピンズで1メンツ、続いて滝沢はこちらメンツありません。さあ大輔マンズで1メンツ、立川は役配ハク統一、ドラのチーソー1枚。泥のチーソーを重ねたぞ。これならトップも欲しくなってきちゃいますね、うん、そうですね。打点が見えてきた分少し横張りたくもなる形。立川トップまでは4700点差、4400、うん、3900では足りないですよね現状。ハクトラドラではまあまあ、ただ届かなかった、あこれで届、うん、
来そうになってきたかな、はい、白ポントンポンで、5200系が見えてくるかなと思います、その白はこちら滝沢のところに1枚あります。そう、滝沢さんもなんとか浮いて終わりたいってことを考えると、うん、危険は承知でも南白あたりをどっかで勝負していかないと、うん、っていうところはあるんですよね。でここで、どの厄配が泣きたいのかを相手にばらさないように、はい、枚数はロスってしまうんですけどチーピンを先に打っていきますと、はい、さあ大輔、これでイーシャンテン両面両面何を重ねたと立川。平さんももう沈みは気にしないでいいんで、王順にならなければ少し泣かれてもいいかなっていうような進行に自分だったらするんですが、はい、平さんどうですかね。いや、とんじり断行、これはトイトイまであるぞ。しかし両面ターツを払うのか他のちゃんとトイツを払うのか、いや両面払ってトイトイと一気に跳ねまんまで見えてきましたね。立川仁平さんはもう難を絞り切って脳天で伏せてトップ確定させようみたいな進行に見えますね。そうですね、仁平かなり受けの進行に見えるこの形。滝沢から白が垂れる、いや天敗立川、なんと小僧のシャンポン、いや滝沢の難がどうなるか、これめちゃくちゃ危ないですよ。すんなり入ってしまった、はい、なんと小僧のシャンポン、難はすでにありません。小僧の方はありません。小僧2枚山だとなると滝沢が小僧引くこともあるって、その場合は難の宝珠が、うん、チーソーでもパーピンでも、うん、どっちを引いても価値がありすぎますね、はい、沈み3着からトップまでいける手なんで、天敗が入ってしまうとどころか上茶から切れパーピン切られた場合ですが危ないかもしれない、ね、天敗量で浮くんで、いや滝沢両万で一旦考えます。これはまあ両面とその後打つ何の危険度も考えながらと、うん、2ピン3ピンの両面落としが見えているんで、まあ、それよりも上がれそうな色に寄せている場合はこの両腕あたりが危なくなりますし、うん、打点に寄せている場合はこう総図なり自敗なりが、うん、あ小僧なり自敗なりドラ回りと自敗が危なくなると、はい、で両面をちょっと考えて勝負したんで、やはり危険だと、危険変わらずですよね。あ、チーソー引いた、これは打たれた、なんラスまで行っちゃったかな。立川の大物と最後に決まりました。ヤクヤクトイトイドラドラ12000の1本倍12300。さあこれで2回戦が終了いたしました。2回戦トップから最後に上がる決めた立川雅宏、続いて浮きの2着に仁平信明、最後3着鈴木大輔、そして最後の宝珠で4着となってしまった滝沢和則。以上の並びで2回戦が終了いたしました。この後は3回戦です。